宮内照和は、群馬県出身の元レスリング選手、元春スガノや大相撲力士。最高位は、東幕下30枚目。足利工業大学附属高等学校を経て、日本大学に入学。大学でもレスリング部に入り、1980年の全日本選手権で、男子グレコローマンの 100kg 以上級で優勝。同年のモスクワオリンピック。 日本代表に選ばれたが、日本はボイコットしたため、出場できなかった。その後、大学を中退し大相撲に転校。春日野部屋に入門し1981年1月場所に初土俵を踏んだ。同場所では、近畿大学を中退し大相撲に飛び込んだ、杉の森も初土俵を踏んだ。初戦の対戦相手だったが、杉の森を破って、白星でデビューを飾った。 翌1982年3月場所で幕下に上がったが1場所で3段目に落ちた。東3段目66枚目の1983年1月場所11日目前年7月場所で入門した小西式に初黒星をつけた。小西式は入門以来の連勝が22でストップした。その後は幕下に上がることはあったが、ほとんど3段目の地位にあった。 1992年に1月場所限り廃業。同期の朝日富士と引退が同じ場所だった。宮内照和、ありがとうございます。